イブラヒムセカギャは、ウガンダカンパラ出身の元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。母国ウガンダのカンパラシティカウンシル FC でプレー中に、アルゼンチンのスカウトに発掘される。2001年に、アルゼンチン一部リーグのプリメーラディビションに属する、アンズドアトレティコでラファエラ英席。その後は、 フェロカリル・オエステとアルセナル FC に属し、計6年間アルゼンチンでレギュラー選手としてプレーした。アルセナルでの主力選手としての活躍が認められ、2007年の夏にオーストリア・ブンデスリーガの強豪レッドブルズ・アルツブルクへ移籍。2013年8月に MLS のニューヨークレッドブルズへ加入。2014年末に同クラブを退団すると、翌年2月に 現役引退を表明し、レッドブルズのコーチの一員となることが発表された。ウガンダ A 代表では、首相としてアフリカ選手権やワールドカップの予選でチームを率いている。特に1対1やハイボールへの強さで評価が高い、オーストリアブンデスリーガ屈指のセンターバック。攻撃時のセットプレーでの打点の高いヘディングシュートは、チームにとって大きな武器であった。 ウガンダの母国語以外にもスペイン語と英語を流暢に話す。ありがとうございます。